こんにちは、マシン原田の部屋へようこそ。今回のゲストはこの方、ゆきりゅうじです。皆さんこんにちは、よろしくお願いします。よろしく、よろしく。今日は天ヶ崎にあるゆきがやってるフリーダムダンススタジオにお邪魔しております。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。表に、そう、表はね、ゆき商店やってるんですよ。阪神尼崎の真ん中、フリーダムにレンタルスタジオ、そこの前で雪商店の商品を並べてます。雪商店は月に1回、第2水曜日プレイス、たけし&下絵のイベントで物販してます。12年間続いてます。雪商店、あっち行ってこっち行ってこっち行ってあっち行ってってイベントで出していただいてます。あと皆さんのお力でなんとか持ってます。20年間目指して頑張ります。イエーイ。ここと梅田でやってるんですね。スタジオマッシュに行く途中、そうですね、あの通りやね。めちゃくちゃ昔から知り合いだから、もう長いね。学年言うたら1個上なのかな、そうそう、原田君がね。上やけど、まあまあもう同いですよ、ね、もう幼馴染みたいなもんね。ストリートダンスの出会った時大学1年生やったんちゃうか。そうそうそう、長いよ、もう40年前の話だろ。最初の時にな、こんな長い付き合いするってなかなかおらんよね。うん、残ってないしな。うん、もうみんな辞めちゃったり。まず自己紹介の方お願いします。はい、ゆきりゅうじです。昭和40年ですね、6月の16日、58歳、59歳、還暦前やね、2人とも。出身はまあ大阪です、ずっと。一生とか趣味はやっぱりダンスとレコード集め。レコードがまだ、はい、レコードはやっぱり今でも収集してますね。アナログアナログ、当然一切 CD 買わないです。もう未だにそれだけは集めてます。いえ、すごいね。いえ、1万枚ぐらいあるんじゃないですか。レコード、マジで1万枚ってどこに置いてんの。横壁一面3段ボックス並んで、床に1個、6畳壁横一面ですね。それもどこに何あるって分かってんの。好きなやつはやっぱり分けて置いてる、はいはい、DJ やるときに全部それセレクトして持っていくんやろ、うん、そうかけるときはちょっと大変やけどね、探さなあかんから。あ、でも最初に出会った頃からもうすぐ LP コーナー、そうだから何秒前の頃からレコード行動だからね。原田君めちゃくちゃええのゲットしてんって言って、そうマジでっていう会話よくしたよな。もう嬉しくてね、たった1曲のね、もうほんまに価値があったよね。その時から DJ やってた。 DJ はね、19からチェリーさんに、お前そんな好きやったら DJ やるかって。チェリーさんがジュビレーションで働いとって、同じ信太工業でバンブーハウスに見習いで入れって、3ヶ月間夕方の3時出勤、5時オープンね。で2時間フロアと DJ ブース、当時とレコードきれいに片付けて、それ朝の5時まで。3ヶ月休みなし。給料もないんや。給料ない。昔とそうやもんね、見習いの時にね。もうどんなブラックやねんみたいな。だけどまあまあいい勉強だったよね。いろんな音楽、知らん音楽を知れるっていう喜びもあったしね。値打ちがあったよね。そういうのをなんかこう覚えていく楽しさとか、空いた時間はダンス練習できたんだよね。そこは良かったかな。ダンスの出会いを教えて。もともとは中学校の先輩の影響でディスコに連れて行ってもらったんやけど。ヤンキーやったよね。そう。そうバリッバリの、まあバリバリってことないけど、まあ僕らの時代ってヤンキー、サーファー、真面目みたいな、まあ、ね、そのうちのヤンキーの部類です。踊りはあんまり分からなかったけど、音楽が先に好きだったんやけど、ディスコでちょっとこうソウルダンスみたいな、あの踊り何やろ、梅田のディスコや、梅田のディスコね、クレイジーホースかな、初めて行ったんは、初めて連れて行ってもらったんはアストロメカニクール、サンキューファイブの地下ね。懐かしいね。そう昼から空いてるとこね、はい、昔のディスコって昼から空いてる。いや、昼の1時から空いてる。常連になっていって、その人らとちょっとこう声かけれるようになって、そういうダンスって上手い人らばっかり集まる場所あるんですかみたいな感じで行ったのが、各商ビルのポイントゲッターとか日付変更センターみたいなね、当時ね。そこに平日にレイさんとかすごい人らがいっぱい来とって、オープンから朝までオールブラックミュージック。そこがまた良くて、ダンス分からんけど勉強させてもらったっていうか。で、最初に何ダンスを始めたの。ス
ステップみたいな、なんか当時でいうパラパラみたいなもんかな、ふなったら。そうそうそう、ずっと同じことループさせて、何がおもろいねみたいな。でもまあ分からへんから、それできたらかっこいいかなみたいな、なんか見よう見まねでそういうことから始まって、でまあそこでソウルトレンのビデオでロッカーズやら秘蔵のダンスの海外のビデオが流れとったんよ。流れてたね。流しとったんよ。そこにピートのエレクトリックブガルや当時のあれなんかかかっとって、それでカルチャーショック受けて、なおさら火ついてもうて。何これ。そうどうどうも天下の雷が落ちたよ。しびれて、まあ、そういう流れでワイルドスタイルとか、うん、あんなん見てまた陽気火ついて、当時あの梅田の新地の方に映画館あったの覚えてる？俺見たんは南やね。あ、そう。俺は新地のあの奥の方の映画館に行って、ガラガラで、もう誰も見てないねんね。俺も2人とかね。夢中になりましたよ。まあそういう感じかな。一番やっぱり何を言うても影響を受けたのは、やっぱポッピーシーさん。自分の中で永遠の神様なんで、今でもやっぱりピートに対してはすごい感謝する。あの人に出会えて。ポップが好きになった。その時にチェリーさんに、あれ実は僕らが見とったそのエレクトリックソフガルーの、あれはポッピンピートやで、その後にブレイクダンス、はい、シャバドゥ相手役でピートタコね、はい、あの時も衝撃受けた。やっぱり俺この人好きみたいな。実際に会えて、もうあの頃ジークとマハラジャに来とったんよ。毎日ショーしとったんよ。スキーダーと毎日のように帰ったんよ。そのソウルトレーン出てたブガルサムとかエレクトリックブガルのシンプルなこういう直線的なああいうことをやりたくて、後にやっぱその来た時にあの人があの人やったんやみたいなんで、またこうガツッと結びついて、ブレーキもやってたよ。ブレーキもやっとった。でも僕らの時代ってみんな人通りやったんじゃない？全員やっとったやろ。そうやろ。俺が最初にユキを見たのはナビオ前でブレイクをやってた。ブレイクもやったし、ロッキンもやったし、まあその3種類あったんじゃん。それまとめてブレイクダンスやったよね。ロッキンってもう呼んでないやん。そう、言うてない。ポップも言うてない。パブロックやったもん。パブロックパブロック謎のパブロックやった。そう、なんでそうなんねみたいなね。ポップロックのことを、そうそう、間違えて、間違えてパブロック、パブロックって。だって大阪ではもうパブロック、パブロックやん。ディスコに勉強しに行っとったけど、ポップとブレイクはみんなフラットやったね。先輩もでっけへんし、ニューダンスやったからね。うん、ブレイキンがバンってみんなスタートライン。そう、みんな一緒やったよ。そこでまたね、魅力を感じたよね。新しいニューダンスやなみたいな、かっこいいみたいな。みんな昔はニューダンスって呼んでた。そう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 、ほんまそんな感じで、もうフラットやったからより一層ハマったよね。うん、まあ学校も行ってないから人に、中卒？僕中卒。人に揉まれることが逆に当たり前やったし、早く大人になりたいとか手伸びして社会に出て、ずるいとこもこういう生き方が大人の生き方なんやみたいな、こういう生き方をしていかなダメなんやとか、いろんなこと悪いこともしてきたけど、やっぱダンスに出会ってやっぱすごい救われたね。そこはダンスに出会って感謝してるし、いろんな先輩影響を受けた人もおるけど、やっぱりそのポッピングの僕の中では神様ポッピーと出会えてよかったかな。ナビオ前に行くようになったのはなんでなん？ワイルドスタイルの影響やね。ナビオ前の周辺、日曜日ホコ天やったもん。10代の時にあんな見て、ちょっと地元の友達とか、でその中でやっぱタルカド君とか、あの辺らがちょうどちょっと早くやっとって、タルノブだね。そうそうそう、最初にブレイクダンスをナビオ前の古典で踊ったのはタルノブだ。タルちゃん、週間か2週間ぐらい遅れて、うん、でやりだして一緒に友達みたいなんで、昔話によく出てくるナビオ前の場所っていうのを説明します。ここ阪急梅田、このね観覧車で有名なビルヘップファイブ、その隣、このね東方シネマズ入っている阪急百貨店、この阪急メンズ、このここが昔ナビオ阪急というねビル名で、その前の通りが、ホコ店になってたんでナビオ前と呼ばれてました。この通りが、70年代中盤から80年代中盤まで歩行者天国で、この通りで80年代中盤から、ブレイクダンサーが集まってね、踊ってました。歩行者天国は昼までなんで、その後の時間夕
夕方になるとみんなが集まったのがこちらです。歩行者天国自体が終わってからはもうみんなここに集まってました。みんなもいろんな話しながら情報交換して、そしてまあ踊りたい時に10分ずつぐらいみんなで騒ぎに踊るみたいな感じでしたね。あっこで今お前わずかやけど活躍してる言うたら原田くん、しんちゃん、俺はそのいわゆる道路でまあ踊ったこともあるけど、その1、2階やねん、そっちの、そうそうそう、たまり場な、そう、たまり場、あっこはもうガンガンやっとったやん。そうそうそう、くん道路とかはもうおらへんようになって、そう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 、で、ダンサーだけがたまり場で、そう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 、しんちゃん高校生でね、学生服で来とったやん。そうそうそう、覚えてる、うん、覚えてるよ。そう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 、懐かしいな。フットワークめっちゃうまかった。いや、うまかったやん、ブレイク。タケちゃんもタケちゃんもやばかった。あっこでね、いろんな人友達になったよね。サムシ、イノちゃん、イノちゃん、イノちゃん今でも連絡あるよ。あ、そう、イノちゃん、これ映るから見ときや。林田くん、林田くん、伝説のな。で、谷口、谷口はやばかった、伝説の。その辺にナビオ前で会えて、そう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 、すごい良かった。ほんで、フージーで言うたら、ちょっと怖い鳩を谷口とか普通の中学生だから、だから俺とかが多分ノリが合うと思って喋りかけてきたと思うんだよ。そうなんや、すごいな。逆に聞いてるみたいやね、今日は。いや、昔話は面白いね。いや、おもろいおもろい、俺らも聞きたかったよ、そういうの。なかなかね、そういう話、どういう巡り合わせで来たんかなと思ってね。林田くんがいつもラジカセ持ってきてね。そう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 、すごかったね、林田くんは。うまかったな。当時だって林田くんとユキがようバトルしてたもん、ね、そうそうそう、友達やねんけど、うん、いい意味でライバルね、うん、エンジェルダストがプロデュースした川崎倉庫のパラダイスで、懐かしいな、もう、そうそう、1対1で延々バトルしてやった、2人とも裸になって、なんで裸になったんかな、あれが一番俺鮮明に覚えてるわね。え、どっちが勝ちとか負けるとか比べるものじゃないから、あの当時の頂点のポップっていう感じだったから、なんかジャッジもする人もおらんし、ただいいといいの張り合いみたいなね、その場で決着つけるしかなかったんで、自然となんか映画の影響でね、こう向かい合ってこうやり合いするみたいな時代やったね。バトルについて聞きたいんだけど、まあ、近年よくバトルに出てるやん。そう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 、スクールナイトもしかり、いろいろ出てるけど、出てる、まあ、昔はそういうのはなかったわけやけど、それバトルに出ようと思って、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、ゆき商店もよろしくお願いします。